十字架の丘の全体像十字架の丘は、リトアニアの北部、シャウレーの北1 2トルに位置する巡礼地。リトアニアの観光名所となっていて、2001年には、リトアニアの十字架の手工芸と、その象徴の一つとして、無形文化遺産の代表一覧表に記載されている。その発祥は分かっていないが、初めてここに十字架が建てられたのは1831年の、 ロシア帝国に対する11月放棄の後であると考えられている。数世紀を経て、十字架だけでなくイエスの受難像や、リトアニアの英雄の彫刻、聖母マリア像、肖像が、ロザリオなどもカトリック教会の巡礼者によって置かれるようになった。十字架の正確な数は分かっていないが、約5万であろうと推測されている。十字架の丘に置かれている十字架十字架の丘かつては、 リトアニアのカトリック信仰は脅威にさらされたこともあったが数世紀を経てこの丘はカトリック信仰の長い歴史を物語るようになっていった。1795年の第三次ポーランド分割でリトアニアはロシア帝国の領土下に置かれることとなった。ポーランド人とリトアニア人はロシアに対抗して放棄を起こしたがいずれも失敗に終わった。これら二つの放棄は この十字架の丘の始まりに関係している。反乱兵の家族が彼らの遺体の代わりに十字架を丘に建てたのである。1918年、リトアニアは独立を回復した。独立期、この十字架の丘はリトアニア人が平和や独立戦争での死者たちのために祈る場所となった。リトアニアがソ連の統治下にあった1944年から1990年、 十字架の丘は特別な意味を持っていた。丘へ行き十字架を捧げることで、リトアニア人たちは彼らの宗教や遺産への忠誠心を示した。それは、非暴力による抵抗を表していた。にもかかわらず、ソ連は3度にわたり、ブルドーザーでこの丘にある十字架を撤去しようとした。ムーシャ側の支流、クルベ側の近くにダムを建設するためにこの丘が、 水の中に沈んでしまうという噂もあった。1993年9月7日、教皇ヨハネ・パウロ2世はこの丘を訪れ、ここが希望と平和、愛、そして犠牲者のための場所であると述べた。2000年、フランシスコ会の修道院がこの丘の近くに完成した。内部の装飾は、フランシスコの体に聖痕が現れたとされる、トスカーナのラベルナのものと関連している。 この丘は未だいずれの管轄にも属していない。そのため自由に出入りし、十字架を立てることができる。ありがとうございます。